こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、ガレージバンドで5分間ストレッチの曲を作るというこのプロジェクト、一つずつ今打楽器を足していってるところです。今回はライドシンバルを足したいと思います。はい、ライドシンバル、これそうですね、これですね。はい、まずは1回、一小節に1回、こうちょっと盛り上げる感じでいきたいと思います。はい、2小節目は2回、はい、3小節目はそのまた倍の4回、はい、そして4小節目は8回ですね。はい、16回目でやるとね、結構うるさくなっちゃうっていうかね、ちょっと邪魔っぽくなっちゃうんでね、これぐらいにしておきたいと思います。結構ね、音が伸びる楽器なんでね。はい、ではこれをですね、41からコピーしていきます。なので41にカーソルを合わせて、これをジャーンとジャーンと、はい、コピーしてペースト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 、あ、全部いっちゃった。おっと、ペーストペースト、あれ全部いっちゃった。あれ、ちょっと待ってくださいね。72の手前までやりたいんですが、はい、ほい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 、あ、もうここで OK ですね。で、ここで、1個音を鳴らして、で最後の76小節も1個音を鳴らし、これをはい、全音符、こちらは単に流すだけ。はい、これでちょっと聞いてみましょう。ライドシンバルが鳴った時にいきなりうるさくならないかどうかですね。はい、その前のオーケストラキットが入るところからちょっと聞いてみます。これでいいと思います。はい、バッチリだと思います。では、これで OK で、じゃあ次はですね、次回はハイハットを入れていきたいと思います。はい、それでは今回の配信は以上で終了となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。